お疲れ様です。長倉です。今日はですね、リスクについて話したいなというふうに思うんですけれども、ちょうどですね、もうすぐ2022年9月にですね、人生は28歳までに決まるという本を出すんですけれども、そこでもね、特に前書きのところにも書いたんですけども、まあ、1990年代以降生まれた人でですね、まあ、今20代とか30歳代の人たちっていうのは、もう実はですね、もう本当に人手不足なんですね、世の中は。なので、いくらでも仕事があるって状態なんです。で、逆にね、俺みたいに1973年生まれっていう48歳のおじさんだとですね、リストラ対象だったりとかするわけですけれども、で、しかもまあ、俺らっていうのはね、就職氷河期時代なんて言われてて、世代って言われててですね、なんとこう、仕事がないっていうのは前提だったんですよね。うん、だから、そのある意味、こう、いつもこう、仕事のスキルを身につけようとか、なんかそういうことも思ってたんで、例えばじゃあ俺が2000年代に、ビジネス書を作ってたんだけど、まあ1000万部売れて最大の理由ってその、マーケットがあったからかななんていうふうに改めて思います。ということはですよ、何かっていうと、その常に、仕事はあるわけですよ。で、安定的な、仕事、しかも比較的、楽な仕事っていうのがあるわけです。これなんで楽って言えるかっていうと、まあ、今ってね、ブロック企業とかっていうのはね、非常に問題になるわけですから、労働環境も良くなるわけですね。労働環境が良くなって、しかもいくらでも仕事があると。言うんであればですね、まあ、20代、チャレンジした方が良くないですかというふうにいつも言ってですね。だから20代いろんなことやる、まあ、本当にいろんな仕事やるでもいいし、まあ、そういうことをね、やるべきなんじゃないかなと。まあ、そんな中でね、だから本当に今だったら起業とかだけじゃなくて、別にサラリーマンだってうまくやれる。だってリモートワークだって生まれたわけじゃないですか。実際まあうちの会社ともね、リモートワークを OK にしてたりとかも、してたりとかするんですよ。だからそういった意味で、その今の若者というかね、まあ、20代30代前半、ぐらいの人たちっていうのは本当に今自由を、手に入れるチャンス、だからそういう中でね、いろんなリスクを取れるわけじゃないですか。で、まあ、そのリスクを取るにしても、やっぱりこう会社に入って、まあ、リモートワークだったりとかね、なんかそういうことができる会社だったら、すごくあのチャンスが増えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今日は何を話したいかというと、本当にもうパラダイム変わったなと思います。仕事がいくらでもある時代になったんだということですね。まあ、その中でどうやって生きるのかって、また戦略を変えていく、変える必要があるということでですね、ぜひ、まあ宣伝になっちゃいますけど、人生は28歳までに決まるという本ね、出たら買ってもらえると嬉しいなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。